イバログチャンネルのお時間です。やんわり始まりました、イバログチャンネルです。よろしくお願いします。今日はちょっとお家でお酒を飲みながらね、はい、まあ、前回の動画でちょっとお話ししたと思うんですけども、質問コーナーというか、はい、軽く我々の自己紹介がてら改めてね。そうですね、最近この見てくださってる方が増えてきたのもあったので、改めてなんかこいつらは何なんだと、ただ書き食ってるだけなのかと、はい、ではなく、まあ、素性というか、まあ、いろいろ何やってるかを知ってもらった上で動画を見ていただければなと思ったので、はい、はい、ちょっとなんかいろいろ話していきましょうか。そうですね、じゃあ何から話しますか。私たちのプロフィールからいきますか。年齢、出身、職業、趣味で質問が、2人はどこで知り合った、いつ知り合ったとか、いつ知り合った、そうですね、で学生時代のお互いの思い出とか、はい、こう YouTube の自分らが撮った動画の中で好きな動画は何ですかと、そういった質問が届いておりますので、いっぱいあるからね、はい、答えていきましょう。はい、あ、名前も入れてないんじゃないかな。意外とYouTube の動画内で名前って出してないんで。出してないね、お互い呼び合ってるけど。別に隠してるわけでも、呼び合ってるけど、最初に別に名前書いてないんでね、我々、うん、書いてないね。そう、そういえば、そういえばそうなんですよ。あんまないよ、 YouTuber で、うん、YouTuber ではないんですけど、 YouTube 出してる人で名前売ってないの名前売ってない人たちいないからね。フルネーム、まあ、フルネームっていうか下の名前とか、はい、動画内の呼び方ですね。でもさっき俺ひろみちって言うんだけど、動画内で藤田とか藤田さんとかひろみちさんとかひろみちとかみちみちとかいろいろありますね。そうそう、まあそれを組み合わせるとただの藤田ひろみちなんですけど、しがない藤田です。あ、熊久保陸斗と申します、どうぞよろしくお願いします。まあっていう感じで、はい、まあ陸とみちですね。そうですね、陸とみちで、まあ、一応やってますんで。年齢、はい、年齢は同い年です。今年25。そうですね、2023になったんで今年25になりますね。気持ちは今年25って、うん、気持ちは20歳のままに止まってるんですか。いや全く一緒、思う気持ち20歳、時間止まってるし、うん、心と、うん、体はちょっと最近なんか20横にしそうになってきたなって前後に大きくなってきたですね。そうですね、やっぱ食べたら食べた分だけ太るようになりましたね。それが25歳だね。やっぱちょっと24歳と25ってちょっと違うなっていう個人的な印象があるんですよ。違うですね、もうなんか、ああ大人だなみたいな。そうですよね、大人色気出さないと、色気が出てくるぐらいですよ、もう。そうそう、確かに確かに、まあまあ25はどっちかに分かれるよね。まだまだちょっと20代前半っぽくこうわちゃわちゃっといく人もいれば、うん、もう30考えてますよみたいな人が分岐点となる年なんじゃないですか、はいはい、どちらかというと我々はわちゃわちゃのわちゃわちゃよりの、まあ間違いないですね、わちゃわちゃよりではありますよね。あ、プライベートは違いますからね。プライそうなんそうなん、プライベートはもう大人の色気ムンムンでやらせてもらってますけどもムンムンでムンムンですよ。もういつもね、変わってくる、変わってくる、365日ジャケット羽織るみたいなね、ちょっとね大人びた感じで。そうですね、まあなんて言うんですかね、そんな学生気分ではなくね、見た目結構若そうに見られることもあるんですけど。そうですね、あれなんですけど、まあ、徐々に大人になってくるんですね。いい年、はい、いい年って言ったらですけど、いい年です。いい年になってきますね、はい。続いて出身、出身、まあ、もちろん茨城ですよね。あ、うん、茨城県の出身違いますからね。そうですね、違いますね、うん、私が常陸太田で生まれ、常陸大宮育ち。大宮、そうですね、常陸太田は小学4年生5年生まで小学5年生まで常陸太田の金砂郷ってところに住んで、うん、でそこから常陸大宮に、引っ越してる。ちょっと引っ越して県北ね、県北か、まあ出身がどこですか。これだから県北は、いや私は天下の醍醐町ですよ。おお、はい、あそこ茨城じゃない突き抜けてるからね、県北も県北で。私は醍醐町出身で、うん、醍醐町育ち。あれ一つ聞いていいですか。はい、醍醐町と常陸醍醐どっちが正しいですか。常陸醍醐と言わせてもらおう、あえて言うのであれば
じゃあブランドですから。ちょっと仲間みたいな感じです。日立大宮、日立太田、日立大悟。いや違うよね、やっぱり日立に縛られてるじゃん。一緒にはしないでほしいよね大悟町っていうのはやっぱりね、怒られるぞ。あそこほどね魅力のあるところはないから本当に再建っぽく、再建っぽく、再建っぽく。なんなら私の家に関してはあのね、車5分も走れば福島県に入りますからそんな近かったっけ。あそ近い、本当に近い。実家で一応田んぼもあの作ってですね、米も作ってますし、まあ、農業は今はそんなにはやってないんですけど、そう昔はいろいろね、フルーツ、果物も育ててたし、リンゴも育て、リンゴもやってたし、大根リンゴも、ね、そうだね、別に出荷とかじゃなくて自分の家で食べるためにリンゴ、キウイフルーツ、ブドウ、そんなにやってた、やってた、やってた。俺ちっちゃい頃だってキウイフルーツなってんだもん、庭に。ブドウもなってたし、ね、ブルーベリー、うん、鶏もいるしみたいな。で野菜が全て、じゃがいも、きゅうりとか白菜とか、ガチの田舎、玉ねぎとかも全部あるし、えみたいな。そんな、なんかもう卵とか買いに行ってなかったもん、取りに行ってたから朝そんなエピソード初めて起きて外出るんよまずで卵回収いや、そんなんだよ。今はもう買ってないからね。昔はね、何を買ってたんだろうってぐらい買ってたな。飼育小屋がもう3つ4つぐらいあって、そっからあの、いわゆる、ウコッケー、ウコッケー、ウコッケーってあの、茶色の、普通にあの、ちょっと赤い卵ってあるじゃん。はいはい、はい。あれを産むやつ。白じゃなくて。あ、そう、あれ気になったの。あれってなんで？いや、あれはもう、ウコッケーって茶色いと鶏が産むからでしょ。白い鶏じゃんと茶色い鶏がいて、はいはいはい、白い鶏は白い卵を産む、茶色い鶏は茶色い卵を産むやろ普通に。知らない、いや常識でしょこれ。知らないよ。いや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 、やばいやつあれは。知らないよ。茶色い卵は俺なんか10個に1個ぐらい生まれる、そんなレアな卵。レアドロップじゃねえんだよだとしたらあのレアなやつ10個入ったやつ、いや相当高いな。だから高いのかと思ってたの。まあちょっと高いよね。ちょっと高い。ウコッケっていうの。あとあれか、シャモ、シャモもいた、うん、でもシャモがね、その一緒に例えば鳥かご入れちゃうとね、やっちゃうんよ。もうちょっと待ってください、質問いいですか、うん、シャモとニワトリの違いって何ですか。いやいやいや、もう見た目から違うからね。いや分からん。いや悪いけど、いや動画の見てる半分。じゃあ分かった分かった、茶色い、じゃあウコッケっていうね、うん、チャボって言うんだけど、うん、チャボが羊だとするよ、うん、シャモはね、あのライオンそんな感じ全然わからない全然わからない。そんな凶暴だ。いやもうだって群長っていう文字なんだよ。血統あれだよ、犬とかで戦うやつあるじゃん、うん、あれの鶏バージョンで戦うのはシャモ。そういうのがあるんだよ、ちゃんと戦う、戦う鶏がいるのよ、シャモが。そう、それだってどうやって戦うんですか。だって足2本しかないですよこいつ。なんでいや、その足2本でやるんだよいや、だろ、どう考えて。あと、くちばしね。それで、くちばしがあった。それで、ウコッケを攻撃したりとか、ウコッケが産んだ卵割るんよ、普通に。クソ野郎。とか、まあ、クソ野郎じゃん。まあ、基本一緒にはしないからね。はいはい。一緒にしないけど、その、シャモ同士で結構やり合ったりとか、そういうのはなんか、記憶にはある。へぇ、なんか、そんなイメージはあったな。うん。ねぇ。何の動画でしたっけ何の動画だったっけシャモについて語るから。そうです、まあっていうようなところで私は育ちましたね、うん、はい、ないんですか、ちょっと金沢号最寄りのコンビニがない。続いていきますか。はい、いきますか。まだ今出身で終わったんですよ次、職業。職業ね、職業 YouTuber じゃないですよ。それが YouTuber ではないですね、全然。働いております。そうですね、さすがにね YouTube 一本で食べていけないですよ。そうですね、はい、何ですか。私はあの、まあ一応整体業という、一応整体師、まあ、っていう形で、まあ、お仕事をちょっとさせていただいておりますよ。結構真面目にやってます、ちゃんとちゃんとお仕事をしてます、うん。まあその中でやっぱりこうちょっと忙しくて YouTube がなかなか更新できない、
ていうのも今の悩みですね。なんかどうにかできないかなと思うんですけど、うん、ね、なかなかやっぱね、本業をおろそかにしてるようじゃ YouTube もうまくいかないと。まあ間違いないですね。そうです、本業ありきの。そうなんです、何事もおろそかにしてはいけないので、ね、優先順位ってありますから。どうするんですか、これが YouTube が上回っちゃった場合。 YouTube だよ。 YouTube です。YouTube、早かった。いや、今のはちょっとノリですけど、もちろん YouTube もやりつつ、絶対に多分生態業はね、やめることはないと思いますね。別に。それではまあ、なんかこう、知り合いとかでも頼まれたらやるとか、でもいいですし、はい、どっかしらでこう、誰かのね、お体の助けになればと思っていつもやってるので。お体を扱うお仕事なんですね。あ、そうですね。素晴らしいですね。まあね、私とは全くね、ジャンルもね、系統も何も違うと思うんですけど、そうでしたっけ。そうですね、1日8時間パソコン叩いてるんですか。本当に叩いてんじゃねえか、それ。物理的に。物理的に叩いてんじゃねえか。何ですか。私は職業ですか。はい、私はパーソナルトレーナーな。だろうな、だろうなみたいな服装すんなよ。個人で活動してるんで、はい、一匹狼で、はい、一匹狼で、こちらも知り合いに頼まれたら、そこで、ね、パーソナルと運動指導したりだとか、ね、皆さんの体の助けになればと思ってやっておりますね。なんか一緒だな。似てますね。一緒だな、似てんな。似てますね、職業。でも多分 YouTube の動画でちゃんと言うのは初めてなんじゃないか。そうですね、パーソナルトレーナー知らない人にむちゃくちゃ分かりやすく説明すると、まあライザップみたいな。ああ、はい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 。1対1で、トレーニングを行うと。うん、基本的に僕が一番得意とするのは、体の機能改善ですね。機能改善、例えば肩が上がらねえとか、なんか体のキレが悪いとか、うん、そういったものを一番得意としますね。機能改善。機能改善ですね。まあ、私も機能改善得意。一緒ですね。そして、まあ、肩が上がんねえとか、まあ、体のキレが悪いとか、可動域が悪いとか、まあそういうのちょっと、まあ得意というか、はい、もう全般的に見させていただいて、ちょっと質問、はい、いいですか、はい、じゃあまあ、その、トレーニング、ジム、はい、普通のジムと、じゃあパーソナルトレーニングとのなんかこう違いというか、メリット。違い、メリット。メリットで言うと間違いなく安全性は高いですね。安全性。あ、一人でやるよりも、一人でやるよりかは、間違いなく怪我のリスクは格段に減らせる。おー、なるほどね。解剖学が頭に入ってるんで、トレーニングしてる人の体がもうなんか人体模型に見えてるんですよ。なんかそういうのありません？まあ、ある。ありますよね。ある。もう、あります、ね、投資してる。そう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 。そう。それをこの間会社に言ったら大爆笑されたんですよ。マジで？なんか、こう、人の、その人を見てるっていうよりかは、その人、のなんつうの、皮一枚剥がれた、あ、分かる分かる分かる、人体模型で見えてるんですよ。分かる。なんで例えばこう、例えばベンチプレス一つするにしても、例えばこう下ろしてった時にこうなったら、あ、今ここの関節がこう当たってるんだろうなみたいな。あと、いろいろ多角的に見てるんで、例えば肩が痛いみたいな悩みを抱えた人、ずっと肩だと思うじゃないですか、原因。うん、違うんですよ、お尻とかあったりするんですよ。そういったこう、ね、一般の人だったら絶対にたどり着かないような答えに導けるっていうのが、やっぱパーソナルトレーナーの一番の強みかなと思います。熱弁しております、今。今ちょっと、ね、熱が入りましたね。熱入りましたね。まあ、私興味あればぜひご連絡ください。はい、じゃ職業はこれで。はい、じゃあ二人の、二人というか趣味。趣味。趣味、まあ、趣味っていうほど極めてる趣味実はそんなにないんですよね。やったことないことをやるっていうのが趣味、これはありですかね。ああ、いいと思います。まあ、やったことないことやるのめっちゃ好きなんですよ。はい、はい、何でもそうです。食べ物でも、食べたことないもの食べるのもすごい好きね。自分が経験したことないことを経験するのとにかく好きで、それでハマれば別に継続してやりますし、はい、はい、っていうのがなんか趣味って答えたらあれですかね。最近新しい食べ物、いやー、最近新しいパエリア。パエリア、パエリアだな。パエリア、私食べたことないぞ。パエリアマジでうまいよ。で、水戸駅北口マルカドール、ごめんなさい、マルカドールさん、このパエリア
手で食べるやつだっけ、違うね、普通にねスプーンで食べるね。お前手で食べ、手で食べてもいいよ別に。いいよ。ビニール手袋してこうつまむやつじゃん。パエリアはちゃんとね、普通にもうこう自由に食べて。でもね、パエリアめっちゃ美味しいんよ。食べたことないですね。いや、美味しかったっすね。とか、まあ、あとは動画で言うのであれば、大子町にあるあの、かき氷。うん、うん。いわゆるふわふわしたかき氷。あれも、実は食べるの初めてだったんですよ。はい。あれもうまかったなぁ。じゃあ、新しいものチャレンジするのかな。いや、もう、めっちゃ好きっすね。特にその、なんでもいい。なんでもやったことないことに関しては、すべてに興味を抱いてしまいますね。そう。だから、この間のその、レンコンの収穫体験とか、はい、やったことないじゃん。あれはできないよね、やりたくて。できないし。そう。だから、そういうのにすごくワクワクするので、なんか、そういう経験をね、今後もできたらなと。なるほど。思います。まあ、それがちょっと趣味という感じですかね。はい、あとは、まあ、サウナとか、キャンプとか。はいはいはい。まあまあゲームも結構やるんですよ。なので、まあ、要はありきたりな趣味ですね。まあ、その程度です。なるほど。はい。私に今バトン回りました？あ、回りました。回りました。受け取りました。読書。読書。あ、読書も実は結構好きです。なんか本読んでるっていうのは聞くないと思う。読書も好きです。読書好き。魚釣り。ね。と、魚さばくのが好きです。へぇ。最近よく僕の個人のインスタに魚釣りってる動画なんですけど、魚がね好きなんですよ、さばくのは。うん、さばいたことない魚もさばきたいっていう。ああ、なるほどね。それと筋トレ、ボディコンテストですね。あ、まあ、そうですね。一番ちょっと代名詞じゃないですか。熊久保といえば代名詞はやっぱボディコンテスト、美、うん、ボディを競うコンテストに出るっていうのが一つの種。その次が魚釣り、砂漠。あ、じゃあ、わかった。ちょっと動画でタイミングは別として、これも一本撮りたいと、実は俺前から思ってた。中港のそのお魚市場、俺の好きだね。うん、中港のお魚市場で、あれ、魚って一尾売ってるじゃん。一尾売ってる。ブリでも何でも、売ってんすよ。でけえのが。それさばいてもらう動画撮ろうよ。大丈夫です。あ、釣ってくるんで。あ、じゃあ釣ってきたら、いや、でも違う。サイズがね。サイズでかいっすよ。だって。じゃあ分かった。80センチか。新年。お前早く釣ってこいよ。私あなたも来てください。そうですね。じゃあ、タイミングがマジだわね。これ、俺行きたくないとかじゃないからね。船酔いトラウマになったとかじゃない。違う。一回としてそんなことないから、ね。全部仕事とかタイミング合ってないだけだからね。じゃあ、弁解してください。私は船酔い、トラウマになってないです。いや、トラウマですよ。いや、トラウマですけど、トラウマ超えてまで行きたいとは思ってるんですよ、実は。はいはい。そうなんですよ。楽しいよね。楽しい。それで言ったらボディコンテストは、まあ仕事の一環みたいな感じあるんですね。仕事と趣味のちょうどなんか、間の、なんつうか、仕事寄りの趣味みたいな。どっちとも捉えられるって話でね。そう。まあ、一応ね、2021、2022の茨城県のその出ている団体では、もう1位と。1位ですね。そうです。優勝してますから、2年連続で。はい。来年も狙いますよ。そうなんですよ。まあ、趣味の話ですね。さあ、続いて。はい。二人の知り合ったタイミング。そうですね。いつ知り合ったのか。どこで知り合ったのか。まあ、二人がちょっと知り合ったきっかけというのはね、まあ、そう、高校時代なんですよね。まあ、お互い小中はそれこそ地元同士、あれ、地元なので、まあ、日立大宮の方ですね。はい。で、私は大子町だったので、で、高校になってお互いね、水戸の方の農業の高校に。水戸の方の農業って思った。そのタイミングで、まあ、クラスが一緒だったと。うん。っていう形でしたね。で、まあ、水郡線っていう電車が、はい。汽車かな、一応、あるんですけど、まあ、それがたまたま一緒だったと。うん。それは大宮とね、大子町繋がってますから。繋がってますね。それでたまたま帰り道も一緒だったんで、まあ、一緒に帰ろうか、みたいな。っていうような流れでしてね。だからね、ほぼ毎日投稿してたな。そうね、お互い部活も、僕が陸上部。はい。僕がバスケットですね。で、まあ、部活もやって、大体同じぐらいに終わるんで。で、まあ、同じ普通に帰って、もうほんとそんな生活でしたよね。そう。高校時代。で、クラスも変わんないですもんね。そのまま3年間持ち上がり、そうなんです、そうなんです。なって。それが良かったよな。クラスが変わんなかったっていうのは、それがでかいですね。で、しかもあれなんですよね。アルバイトも一緒ですね。
あ、まあそのそうですね、私はそのバスケット部活やってて、でまあ引退があるじゃないですか、はい、で引退後からちょっと私はアルバイト始めてて、でまあバイトとかしてみようかなみたいな言ったら、なんかもう話を通されてたという感じでしたね。でしかもキックボクシングも格闘技やってたんですね。かじって速攻終わったさ、でそのまま専門学校も、いやそうなんですよね、それも良くないよねそれも良くないよね。あれこれはでも あれ合わせてない、合わせてないんだっけ、合わせてない、合わせてないんだっけ、これも、ま、偶然だっけ。僕は専門学校、そのスポーツの専門学校に決めたのは部活の顧問から勧められた、そこ一択で決めてて。あ、一択だったんだ。一択したらもう俺あれよ、うん、あの高校の時に三者面談で、うん、あの私調理の専門学校行くっていう話をしたんですよ、うん、担任に。そしたら三者面談ね、うん、親と子三人で、お前は体動かした方がいいんじゃねえか担任にで、親の目の前で、そしたらですよねっていう声が聞こえて、ですよあれ俺の調理の夢は、うん、いやまあでも体動かすのも好きなんでそっちでもいいっすねっつって、そのままスポーツの方ね専門学校に行きましたと、うん、もうほんとそんなノリですね。だからどこ行くのっつって僕の行く学校行くって言ってきて、いいみたいな、一緒やんなもうおうっつって確か推薦は一枠しか取らないんだよ。そうでなんか二人だし、うん、ちょっと一枠同士でもなんかあれだなってなって、二、うん、人で AO で行くっていう、そうそうそう、やりましたね。パソコンで売ってた気がするな、志望動機みたいなってやってましたね。じゃあちょっと最後ですね、まあイバログチャンネルの、まあ、動画の中で各々こう好きな動画ですね。まあ前の動画でちょっとこう3選と選ばせていただいたんですけど、うん、まあその中でもいいですし、まあ、それ以外でも、うん、トータルして好きな動画があれば。好きな動画ですか。好きな動画ね、言ったら全部なんですよね。まあそうだよね、うん、実際言ったら全部、なんせ半分3分の2ぐらい僕編集してるんで、あもう大好きっすよ僕自分の動画ちょっと一回動画見せてもらっていいですか。結構どれも好きなんだけど、やっぱなんか別に地元ってわけじゃないけど、大子町のこの動画意外とおもろいんだよね普通に。大子町、大子編、大子町編のやつ、かき氷と魚釣りの動画、はい、結構ね俺好きなんよ、面白いだし、やっぱちょっと夏休みらしい動画でめちゃめちゃ好き俺。なるほどね、うん、くだらなさで言ったら僕シイラさばいてる動画好きですねシイラさばいてる動画、シイラさばいてる動画と、まあもちろんレンコン、まあ、レンコン面白い、レンコン、レンコンあれちょっと気づいた人います、沼っていうか畑に飛び込むじゃないですか、あれはちょっとパロディーなんですよね一応千鳥さんの相席食堂っていうね、はいはいはい、番組があるんですけど、それに天竺ネズミの瀬下さん、うん、っていう方がレンコン畑のそのロケに行った際に飛び込んでるんですよ、うん、それを見てうわやりてーと思ってレンコン畑さんにお願いしたっていう形なんですよね。そうですね、そのパロディーなんですよ。ちょっと見てほしい、そっちもあれめっちゃ綺麗に飛び込むからね向こうも、俺らは負けてないけどね、刺さったね、ひろみちに関してはいやでもね、あれ楽しかったな、楽しかった、あ24歳でそんなことしないよね、レンコン畑に飛び込むって。あでも意外とこういうなんかくったらないこの会話やり取りで言うなら結構鹿島編とかも好きなんですよ僕、鹿島神宮の食べ歩き、そう食べ歩きっつうか、普通に鹿島神宮をただ境内まで歩って帰ってくるっていう、再生回数でいうと今現時点で275回しか回ってない動画なんですけどこれ結構頑張ったっつうか僕好きな動画なんですね。いいね、面白いよね、でも違う面白いんだよね、鹿島神宮面白かったですよ個人的に、面白いクソくだらなすぎて。あと自販機ですね、桜川市の、ああはい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 、はい、自販機は
個人的に好きなと思う。カカシがいるやつね。あれもいいよね。あれ撮影時間15分ですか。どこもね、どこもいいんだよね。撮影時間15分ですかね、あれ。15分なのに結構回ってますからね、再生。僕らの中で。3466なので結構上がってます。上位ですね、だいぶ。レンコン。鹿島神宮。自動販売機、桜川の。が結構好きですね、個人的に好きなの。いや、いいじゃないですか。かき小屋。かき小屋の網タイプのくだりとか好きですよ。前だけで多分好きなもん。でもまあ、みたいなね。それが好きな動画。で、ほとんどいい動画なんですよ、実際。あとは見てくれる人が見てくれるかどうかなんですよ。皆さんなのでぜひね、見てくださいと。我々を知ってほしいですね。そうですね。あんまりこう、ね、身近に思ってもらえたらいいかなって僕は思ってます。そのためにはやっぱ動画更新頻度上げなきゃダメですよ。頑張って撮りましょう。まあ、いかがだったでしょうか、皆さん。我々イバログチャンネルの、まあ、少しはというか、目に見える部分というか、はい、は知っていただけたんじゃないでしょうか。はい、まあ、あくまでこう、茨城を知りたい、知ってほしい、共有しようっていうモットーでね、はい、我々、ね、活動をさせていただいておりますんで、まあ、お互いにね、無理ない程度に、はい、YouTube、頑張っていきたいと思いますので、はい、今後もぜひ動画を気長に待ちながら楽しみにしていてください。はい、はい、あとは皆さん周りの方にもね、なんか茨城ちょっと盛り上げようと頑張ってる若造いるらしいよみたいなっていう感じでちょっとこう進めていただけたらなと思います。はい、この現代においてね、あえて口コミで頑張ろうと思っておりますので、あえてね、そうです、あえてですね、口コミほど信頼のあるものないんでね。はい、そうです。ぜひ YouTube のチャンネル登録お願いします。はい、あと高評価、コメント、コメントが嬉しいですね。コメント全部目通してるんです。めっちゃ目通してます。アンチコメントにも下打ちしながら目通してるんです。目通してます。もうね、はい、そんなこと言う必要あるみたいな、うん、分かってるよこっちだってみたいな。そうそう、こっちだって分かってんねみたいな、分かってることいちいち言うなよってんだよ。だったらその動画に出せよってな。そうだな。うん、多分ここまで見てる大丈夫ですよ。アンチいないんで、多分アンチここまで見ないんで。そうですね、この動画はね、本当は見てくださってる方日頃本当に向けて感謝の動画となっております。はいはい、こんなもんですかね。はい、はい、じゃあ今度次上がる動画はちゃんとしたね、商品紹介というか、商品紹介、はい、場所の紹介、お店の紹介などなどのね、茨城の魅力を発信する動画になっていることを祈る、うん、祈る祈る、はい、祈ります。神頼みですね、我々の行動は。間違いないですね、気まぐれなんでね。ということで、はい、じゃあまた次回の茨城チャンネルでお会いしましょう。はい、さよなら。さよなら、バイバイ。